ベルベジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お問い合わせはですね、ベルベジンホームページ、ベルベジンウェブストアの方にお問い合わせいただければお答えいたします。あと、本日ご紹介する商品は6月の28日の夜の21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。あと、詳しいことは概要欄に貼ってますので、そちらの方をチェックしてみてください。それでは今回は、ね、T シャツ結構多いです。夏なんで、はい、まずはタンクトップから、はい、チャンピオンラージです。トリコの、そしてグレー染み込みの、はい、三段染み込み。これ、ね、タンクトップの、ね、染み込みもね、こう探すとなかなかないです。ちなみに僕もね、チャンピオンもちろん好きなんで、タンクトップで多分十何枚ぐらい持ってます。その中でもやっぱり染み込みは、ね、少ないですね。はい、こう状態もいいです。はい、まあね、タンクトップ1枚で着れる、はい、まあ、体型にもね、僕もなってきましたけど、まあさらっと1枚で着てもいいんじゃないでしょうか。こちら5800円に消費税ですね。はい、続いてこれが古いですね、サウザン、はい、50年代ですかね、サイズラージ、はい、グレーボディでラージなんでね、自分がちょっとぴったりですね、はい、グレーボディ状態はね、全体的にいいと思います。ちょっとまあこういった小穴はねありますが、はい、これちょっとね首少し伸びてますが、この雰囲気もいいですね。そして前が染み込みの3段、はい、いいですね。プリントもかっこいいですね。チャンピオンじゃなくてサウザンってとこがまたいいです。こちら12800円に消費です。1ニッパー。はい、続いてラッセルですね。こちらも古いですね、はい、これで60年だったでしょう。 100% コットン、はい、こちらサイズミディアムなんでちょっとね細いです、はい、古いボディで、まあ、僕はちょっとちっちゃいですが、まあ、これ女性がね着ても可愛いですね、はい、白ベースでブルーの染み込みです。こちらも、はい、こちらラッセル7800円に消費です。 7% 続いてこちらもラッセルですね、はい、こちら金タグのサイズラージです。エンジボディで、これもプリントいいですね。こう黄色のラバープリント、はい、ラージ、ちょっと僕はこれぴったりします、はい、エンジボディ状態綺麗ですね、はい、こちら6800円に消費税ですね。続いて、はい、こちら OP、はい、80年代ぐらいのボディでしょうかね、はい、こちらバックプリントもあります、はい、白ボディにスケボーでしょうかね、はい、かっこいいですね、この後ろのピクチャー、はい、結構ドーンとでかくあります、はい、OP の、サイズが、エクストララージかな、はい、ちょっと自分ちょうどいいサイズですね、はい、バックプリントスケボーです。かっこいいですね。こちら7800円に消費です。続いて、はい、こちらスクリーンスターズの、ラージです。50-50ボディですね、はい、もう見るからにプリントかっこいいですね。ドラゴンでタトゥーと入ってます、まあ、タトゥー T シャツですね、はい、このプリントかっこいいですね、はい、バック無地です。まあラージなんでね、これは自分がジャストサイズかなと思います。はい、状態綺麗ですね。こちらも7800円に消費です。続いてヘインズのエクストララージ、はい、ポケティです。こちらね、ほぼデッドストックの状態ですね。エクストララージなんでね、自分がこれちょうどいいサイズです。はい、状態はねめちゃめちゃ綺麗です。ちょっと着丈長いのでね、もしあれだったら1回ね洗って乾燥機に入れてもちょっとキュッと詰まると思います。このね丸のポケティですね、いいですね、はい、ヘインズのグリーンのポケティ、こちら6800円に消費税ですね。はい、続いてここからチャンピオンです。はい、トリコのミディアム、はい、フットボールティーですね。このちょっとね赤がね色あせた感じ、非常にいいと思います。
しかもこのラバーのひび割れプリント、なんかこのぐらいのね汗方非常にかっこいいと思います。もう大好きですね、コーデル。このひび割れプリントいいですね。サイズミディアムです。はい、赤のこの色アクセもね非常にかっこいいと思います。こちら9800円に消費税9%です。はい、こちらもチャンピオンバータグのエクストララージですね。はい、このね3段のプリントかわいいです。袖ラバープリント、だいたいナンバーがね多いんですが、こういった3段プリントも、はい、赤ボディ、ちょっとこのね色あせた感じもいいですね。はい、ちょっとねここ肩に少し小穴があります。はい、そのぐらいですかね。こちら6800円に消費税ですね。はい、続いてもチャンピオン、はい、トリコのエクストラージコンボディ、まあ大きくねあのチャンピオンと入ってます。うん、かわいいですね。でこの紺のねボディ、こう着丈もねちょうどいい感じです。自分は着てちょうどいいサイズですね。はい、インパクト大で非常にかわいいです。こちらも6800円に消費税ですね。はい、続いてこちら青タグのエクストララージ、こちらに長袖です。ロンティーで、先ほどと、ね、同じ前にあのフロントにボンってチャンピオンとあるのもありますが、こちらが袖に入ってます。これ結構僕も好きなんですけど、黒ボディとかネイビーボディ何気に僕も持ってます。この袖に入ってるのも可愛いですね。はい、状態綺麗です。エクストララージちょっとゆったり着れますね。少しだけねここに色あせがありますが、生地の状態も本当に非常にいいです。はい、ロンティーの袖チャンピオン、はい、こちら5800円に消費税ですね。はい、続いてこちらも青タグの刺繍ラージです。はい、ターコイズブルーですが、こちら、はい、まあ、袖の、ね、ワンポイント、はい、前は無地です。 目もついてません。チャンピオンとも入ってません。やっぱねこう無地いいですね。はい、僕もこの無地 T 好きです。こちらも状態綺麗だと思います。はい、ラージでこちら5800円に消費税ですね。続いて、はい、こちらトリコのエクストララージです。50-50なんですが、このプリントいいですね。はい、5段、これもちょっとひび割れラバーなんですが、はい、このちょっと色あせた感じとね、サイズエクストラージ僕はちょうどいいと思います。この段数かっこいいですね。バランスいいです非常に。はい、こちら7800円に消費税。続いても、はい、バータグのラージです。はい、グリーンボディの2番、だいたいね何十番って2桁が多いんですが、この一文字だけ2っていうのもねいいですね。インパクトあって、で背中はまたこの違うフロッキーの、はい、名前ですかね。ちょっとここ小穴がありますが、はい、グリーンボディの、はい、袖もラバープリント、はい、サイズラージです。こちら7800円に消費です7%。続いてチャンピオンランナーズタグです。はい、でサイズミディアムですね。白ボディで、YMCA、 この赤のラバープリントです。はい、ちょっとここ小穴があります。はい、ミディアムなんで僕はちっちゃいんですが、はい、これね女性が着ても可愛いサイズかと思います。はい、白ボディあのランナーズタグですね。こちら7800円に消費税7%です。安いな。はい、続いてちょっと面白い T シャツですね。こちら、はい、GTO フェラーリマークですかね。はい、1986年って入ってます。こう車のね、バッグなんですが、ここ何気に、はい、剥がれます。こっちにつけちゃいましょうか。まあ、こういった形でちょっと遊べます、この T シャツ。はい、後ろもね GT カーパーツ、はい、前バックプリントも入ってます。かっこいいですね。まあ、ちょっとこういった遊びの効いた T シャツ、はい、好きな人もいると思います。はい、こちら7800円に消費税ですね。はい、続いて長袖のシャツなんですが、チェックシャツ、はい、ボタンダウンでボックスタイプ、
これがタグですね。サイズミディアムです、はい、綺麗なチェックですね、はい、多分ちょうど自分が着てジャストサイズです、はい、非常にデニムでもいいし、まあ、黒パンみたいなのとか、あとちょっと綺麗めなホワイトオフホワイトのパンツとかでも合わせやすいと思います。ボタンダウンのボックスタイプ、はい、こちら7800円に消費です。7パン。続いて、はい、ベストなんですが、こちら USMC マリンコープですね。通常はね、ジャケットだと思います。これカスタムされてますね。いわゆる襟を外してここ縫ってます。あとこのボタンもね、ちょっとこうトップ外してます。あとこのポケットも後から付けられてます。ちょっとリメイクベストですが結構かっこいいですね、はい、自分着てちょっとゆったりしてこうサイズ感はいいと思います。このヘリンボーンの感じもね非常にいいと思います。はい、 USMC のベスト、リメイクベストですね。こちら40年代15,800円に消費税1号歩です。はい、続いて70505ビッグイーの、はい、ビッグイーのベストです、はい、パッチがちょっとね取れそうですが、サイズ38、はい、もうデニムもねまだ濃いです、はい、結構ねバイカーの人たち、はい、まあ細い方だったらねライダースの上に着たりとかもできますし、38なんでねあれですが、結構、はい、まあ、あとはもしかしたらスギちゃんみたいな、はい、感じで着てもらってもいいと思います。まだまだ濃いです、はい、70505ビッグイのベスト、こちらで9,800円に消費税です、はい、はい、そしてブラック357、はい、デッドストックですね、はい、こちらラージショート、ラージショートいいですね。この間スモールショート、エクストラショートを売ったんですが、こちらラージショート結構いいですね。ダボッと着て着丈が短いっていう、はい、デッドストックです、はい、やっぱ黒かっこいいですね、はい、こちら15,800円に消費税です、ね、1号。はい、そしてこちらがショップコートですかね、はい、ホワイトのツイルです、はい、サイズ38、そしてボタンがですねチェンジボタンになってます、はい、チェンジボタンになってます、まあ、ここねちゃんと菊の湯入ってチェンジボタンなんですが、僕もねこういったちょっとグリーンの僕ヘリンボーンのショップコート持ってますが、まあこのチェンジボタンだったらね逆にワークブランドのね古いチェンジボタンに変えてあげてもいいと思います。まあ、金色のねボタンだけでも、まあうちも最近はちょっとボタンあまり売ってないんですが、ワークねカバーオールとかのチェンジボタンを見つけて、まあカードのねハートボタンなんかつけてもかっこいいですよね、はい、この白のショップコートチェンジボタンです、はい、サイズ38で12,800円に消費税です、12%。続いてリバースウィーブです、はい、刺繍のスモールサイズ、はい、刺繍だけどスモールサイズです。スモールサイズね、リバースウィーブなかなかない上にフードパーカーです。そしてちょっとねダメージがいくつかポケットのところとかあるんですが、まあでも雰囲気はね非常にいいと思います。ちょっとダメージあってもこうかっこいいですね。紺色で剣と、はい、染み込みです。まあちょっとねリバースウィーブ少しダボ、ダボとかあとはちょっとダメージがねあるのも意外と可愛いと思います。これ結構女の子おすすめですね、はい、グレーボディで染み込みのケント、はい、こちらで9,800円に消費税です、9%。なかなかこういい染み込みの、ね、出ないですね。はい、こちらが刺繍タグのラージです、はい、グレーボディのひび割れプリントバージニア、はい、こちら L サイズ、僕がちょうどいいサイズですね、はい、状態もいいと思います。はい、こちらいつもの7,800円に消費です、7%。続いてこちらも刺繍タグのラージです、はい、グレーボディでラウンド、このねプリントかっこいいですね、コーンで、はい、ラバープリントですが状態もこれもいいですね、はい、こちらも7,800円に消費税、7%。続いて
こちらもシシュタグのラージ、はい、今回ラージが多いですね、はい、こちらグリーンのひび割れプリント、ちょっとこのいい感じですね、このなんか色が抜けてる感じが、この丸も可愛いです、 MSU、はい、いいプリントですね、はい、ラージ僕はちょうどいいサイズです。こちらも状態いいですね、はい、こちらも7800円に消費税ですね、はい、続いてこちらも刺繍のラージです、はい、ミシガンステート、この定番の文字ですが、このいい感じですね、このひび割れプリント、ちょっとあまりにもひび割れプリントと最近言い過ぎてますが、これ結構かっこいいと思います、このプリントも、はい、うん、こちらもラージ状態いいですね、はい、こちらも7800円に消費税です。続いて半袖スウェットですね、はい、ちょっとタグはね取れてますが、これボディ状態めちゃめちゃ綺麗です、はい、肉厚で、しかもサイズがね多分 XR ラージだと思います、僕が普通に着れます、コンボディ、はい、状態綺麗ですね。そして前がフロッキープリント、はい、プリントもかっこいいです。こちら9800円に消費です、キュッパー。続いてこちらもタグがねないんですが、グレーボディの霜降り無地です、はい、サイズが大きいんですね、これもこれダボっと切れます、エクストララージュあると思います。こういったのねちょっとこうもう秋口ぐらいですかね、デニムにシンプルに無地のスウェットっていうのもありだと思います。なかなかこの大きいサイズないと思います、はい、グレーボディちょっとねシミはあったりするんですが、この霜降りのグレーちょっとこの横幅もあったりとか首も広いと、こういうのは雰囲気いいと思います。こちら9800円に消費税です、キュッパー。続いて、はい、こちらもねタグが取れてるんですが、ヴィンテージスウェットの黒無地です。黒ボディのねスウェット非常にやっぱり今、ね、人気もあります。サイズがね多分ちょっとラージ縮みぐらいですかね、自分ちょっとちっちゃいんですが、この黒の無地っていうのもね非常にいいですね、はい、この少し色あせ感も非常にいいと思います。黒無地のヴィンテージスウェット、こちらで 15,800 円に消費です、1号パ。そして1本だけ、はい、501WX です、はい、夏用ですね、はい、非常に色が抜けてます。リペアもね入ってるんですが、 ある程度綺麗に直ってます、はい、もちろん隠しリベットがついて、前がシルバーです、はい、こちら紙パッチですね、ベルトループオフセット、はい、いわゆるギャラ出しの、501WX 1960年代前半ですね、はい、サイズが、3430、自分がねこれちょっと腰で落として履くのにちょうどいいかなと思います、はい、501WX、まあ、色がね薄めです、もう夏しようと思ってください、はい、こちら3430紙パッチの WX 39,800円に消費税、3キュッパです、 WX が3キュッパって安いですね、はい、これいいですね夏に、はい、そして続いてですね、デッドストック T シャツ、はい、もうこれうちの定番になってきました、フルーツオブザルームエクストララージですね、はい、これカクテル T シャツ、はい、こちらもデッドストックです、僕もね結構気に入って着てます、はい、こちらデッドストックで7800円に消費ですね、 7%。 続いて、はい、サイズラージのゾウさんです、はい、こちら後ろも、はい、これリアルプリントなんですが結構ね人気あります、こちらも、はい、デッドストックで6800円に消費税ですね、 6%。 続いてラージのフツオブザルーム、こちらもズー、はい、動物園でしょうか、黒ボディです、はい、結構ね最近動物系の T シャツ売れてます、はい、これも可愛いですね、はい、こちらも6800円に消費税です、ね、はい、こちら猫 T です、こちらミディアムと今回エクストララージですね、はい、
こちらもデッドストックです。猫ティー可愛いですね。これ僕女性にねインしてきてほしいなって言ってます。はい、ちょこちょこうちの方でもね女性が買っててくれたりしてますので、はい、これ結構インして着ると可愛いです。こちらも6800円に消費税ですね。続いてジョン・レノン T シャツ、毎回出すとすぐに売れるんですが、今回こちらデッドストックです。はい、もうパリパリしております。サイズラージですね。これね僕も、はい、気に入ってます。インパクト大でドンとあるので、まあこれデニムにもね相性いいですし、まあこれから多分秋口ねジョン・レノンドンに G ジャン着たりとかっていうのがすごい非常に使えると思います。はい、今着丈がちょっとありますが、これね洗って乾燥機とか入れるとちょっと着丈キュッと詰まってくれていいサイズになります。こちらジョン・レノンデッドストックです。15,800円に消費税15パーですね。はい、続いてこちらもねデッドストックなんですが、はい、まあ、いわゆるディック・トレーシー、これマドンナですね。おいい感じですね、このインパクト大なまだ、はい、マドンナ、うん、エクストララージなんでちょっとねゆったりします。はい、こちらで 12,800円に消費税12パーですね。続いてこちらもフルーツオブザルーム、はい、こちらマリリンモンローですね。はい、なかなかいいピクチャーだと思います。はい、これもね結構インパクト大なんで、この辺もちょっと女の子おすすめです。はい、デッドストックなんでね一回洗って乾燥機入れたら結構ちょっとキュッと詰まります。今のサイズ感だったら女性ねちょっとオーバーサイズで着て、これもインして着るとすごい可愛いと思います。はい、こちらデッドストック 15,800円に消費税です。15パーマリリンモンロー。続いて、はい、こちらもデッドストックです。はい、サイズラージ、白ボディですね。これもマリリンモンロー、もうこの有名ですね。はい、このちょっと僕もこれ欲しいなと思いましたけど、サイズラージ、はい、うん、後ろは無地です。こちらマリリンモンローの、はい、有名な写真、1990年代の、はい、あれも入ってますが、こちらデッドストックで 19,800円に消費税19パーですね。はい、マリリン可愛いですね。はい、本日は以上になります。 T シャツ、まあ、夏なので今回 T シャツをメインに、いろいろと紹介させていただきました。はい、お店の方でですね買取と委託販売を行っております。私お店の方に連絡いただければ私が対応いたしますのでよろしくお願いいたします。